はい、皆さんこんにちは、加藤彩奈です。今日は晩酌のおつまみを作っていきたいと思います。イエーイ。じゃあ簡単なおつまみを2つ紹介していきます。もう最近居酒屋とかどこにも行けれんけ、入っとる？入ってる。どこにも行けれんけ、家で簡単に晩酌します。じゃあ先にアボカドの味噌グラタンを作ります。アボカド、の味噌グラタン、そう、めっちゃ好きだっけ、アボカド。チータンあんま食べんじゃん。チータンでも、あ、美味しいってなる。アボカド料理お酒にも合うし、なんか味噌と合いそうだな。うん、あ、絶対合うよ。めっちゃ好きだっけさ。一回ここ二つにこうやって種を取って割ります、で、先にこれをくり抜きます。スプーンで簡単に簡単に剥けんだな。うん、種はもう包丁でポンってやってってやったらもう簡単にこうやって取れるから、刺さって、で、こうやって中を出したらもう食べやすい簡単な大きさにこうやって切ります。で、切ったやつをまたこうやって中に戻していきます。戻すんだ。うん、いやでも超めんどくさいっていう人は、まあ、切らんでもいいけど、まあ、切った方が美味しいと思うよ。味がちゃんと旬で。で、ここに味噌大さじ1で、マヨネーズ大さじ2、これを混ぜ合わせます。ここで、ああ、マヨネーズと味噌、うん、合いそうだな。そう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 、ああ最近ビールにハマってるけどさ、日本酒とかも好きじゃけど、うん、まあ、チータもそんなに今お酒飲まんけど、ほんとビールちっちゃいのに一杯ぐらい二人で飲むもんね、たまに。で、これを混ぜ合わせたらこれにかけます。でも、ああ、アボカドとそれ合いそうだな、うまそう。でも最近ちょっと前にさ、ちょっと前でも結構ご飯行ってないけどさ、秋元康さんにご飯連れてもらった時のさ、お酒何だっけ、14代、めっちゃ美味しかったよな。だってあれ高いもんね。感動的に、あれで、それまでそんなにお酒、日本酒ってあんまり飲まなかったんだな。うん、飲むことなかったけど、もうあれでハマったお酒に、一緒にご飯食べても楽しいし、すっげえいい人だし、めっちゃ最高。早くご飯行けるようになりたいわ。で、ここでクッキング用のとろけるチーズ、これお好みで、ここにかけます。ハイカロリーです。もう美味しそうじゃないこれ。うん、で、これをあと焼くだけ。焼くの？うん、何分焼くか、もう普通にお好みような、あのチーズが焦げてきたら、いい感じに色ついてきたらもういいよっていう感じ。これで1品目終わり、で、この一品を待っとる間に、じゃあもう一品作ります。マグロのユッケを作ります。じゃあこの赤い玉ねぎね、こう薄く切ってもいいし、こうスライスでもいいのですっていきます。でも細かく切るより、そうやってあのスライスで、うん、こっちは、いや簡単だからっていうところ、簡単だし、あの綺麗に、そうそうそう。で、これさ、水につけるとか言うじゃん、辛みを取るために。でもつけなくていい、そのまま。うん、今回の料理はこの辛みを味わいたいっていうか、おーと思うけ、つけなくていいかなって私は思う。じゃあここにセッティングして、メインのマグロ、まあ今日は100ちょっとしかないけど、だいたい 180g ぐらいあったらいいかな、2人分だったら。マグロのユッケ、マグロのユッケ、マグロが好きじゃん、チータン。うん、私アボカド好きだけど、チータンマグロ好きじゃけ、今日は2品紹介する。お刺身用のマグロ、これ切ってるの安かったから今回はこれにしました。2、醤油、
お醤油小さじ2、ごま油小さじ1。あ、マグロは何そのまま？うん。でもこのごま油入れるだけでさ、めっちゃ風味が出て美味しいよ。でな、こんだけだと思うじゃん。うん。違うんです。一手間。たくあん。ああ。たくあん。味が出るわな。いいよ、いい感じに焼けてるじゃん。うん、まあ、お好みで。まあでも、180g のマグロだったらまあ、30g ぐらいじゃない。このたくあん入れることでさ、一気に美味しくなる。うん。で、混んでる感じするじゃん。はい、これをたくあん入れまーす。ここで、あえます。なんだよ、それ。いや、超つまみっぽくて、おとついも食べたんだけど、これ。おとついも食べたけど、まあ、美味しそう。まあ、さっきスライスした玉ねぎの上に並べます。じゃあ、ここに真ん中に納豆、体にいいし納豆入れます。チーター納豆食べたくなかったら、避けていいかな。うん、チータの納豆食べたいとき食べたくないときの差めっちゃあるもん。そうな。納豆1カップ。納豆になんか醤油かなんか垂らすの？いや、味つけてないかなと思って。そのまま？うん。でもこのマグロと和えれば別に全然美味しいよ。で、仕上げに卵。卵の黄身だけを乗せます。はい、うまくできました。仕上げにパラ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 、マグロのユッケできました。やっぱり去年コロナ始まって、うん、1年経ったやんか、うん、1年休んでて、まあ1年ぶりにこの間あ舞台行ったね。うん、そしたらお客さんそれで来てくれて、チータに会いたい系いっぱい、あのうん、ありがたいな、本当にチケットがソールドアウトして、いや本当ありがたいわ。でもやっぱりずっとみんなほら規制されてたから、うん、やっぱみんな見に行きたいんだと思うんだよな、すごく。うん、で来てくれてすげえありがたかったよ、本当に感動的だったな。うん、こういうつける派つけない派、ここ 見える見えない、つけた方がいいけど、うん、もうちょいもうちょい、なんか焼ける気せんのんじゃけど、もう焦げつけなくてもいいから、焦げつけんでいい、うん、焦げつけないバージョン、せっかくだったら焦げつけた方がよくない？ YouTube じゃし、普段食べるんだったらあれだけど。じゃあ焦げつけずにいきます。はい、時間かかります、待てません。あーでもめちゃめちゃ火通ってるし、うわっ、熱すぎてやばい、熱すぎて持てない。あ、焦げつけたい人は焦げつけてください。できました。どう？あ、いいじゃん、焦げつけできました。加藤家のじゃん、おつまみです。おうち居酒屋です。ではいただきましょう。はい、乾杯。うまい。うまー。お疲れ様、今週もお疲れ様、いただきます。1個ずつ、2つあるから1個ずつ食べれるからね、いただきます。どんな味なんだろう。あ、ちょっとアボカドも、いやいや、あんま好きじゃない。うん、味が濃いんだなと思って。うん、マヨネーズね。てかこのアボカド自体は濃いけど、はい、愛犬たちも来て、はい、美味しそう。
うんまっ。うんまっ、やばっ。やっぱこの玉ねぎ、水でさらさん方が美味しいわ。これ丼にしてもいいじゃん。ほんとだ、玉ねぎ、この、ちょっと辛いのもいいな。美味しいわ。余った玉ねぎをサラダにしてください。いや、美味しい美味しい。毎回食べても感動する。でもな、アボカド、正直、35点ぐらいだよ、なんか。濃いな。でもな、調味料は濃いわけじゃないんよ。多分、アボカドがクリーミーすぎて、ちょっと、チーズの量を買ってちょっとしつこくなるかもな。チータは健康のために、1ヶ月に1、2回この一杯だけ。私は、ダイエットのためにこれ。いや、今日なんかめっちゃ頭使ったわ。そう考えたらさ、小野くんもよう頑張ってるよな。すごいよな。小野くんは、すごいよく頑張ってるよ。うん。マネージャーとしては100点だな。うん。じゃあ、小野くん。その良さを分かってくれないと、うん。ダメだよな。うん。うまっ。あ、早チータン、ペース。え？納豆もいいんですよ。この玉ねぎもいいな、これ。だろ、うん、辛いの、ちょうどいいだろ、4分の1ぐらいが。うん。これ以上買ったらちょっと辛いけど。でも、ごま油つけとるけん、美味しいよな。うん。ほんと、一気におつまみって感じじゃない？では、ゆっくり晩酌を続けたいと思います。では、皆さんも良い休日を。また来週、バイバーイ。はい、バイバイ。